湘南ベルマーレはここまで1勝4分け7敗現在リーグ戦は3試合勝利がありません。サポーターが目立ちます。さて左エンド湘南ベルマーレ、右エンド横浜 F マリノス、今ファーストハーフスタートです。畑中から右小池です。高い位置に奪いました。さあアンデルソン・ロペス、アンデルソン・ロペスを打てずに伊豆沼だ。決定力の違いを見せました F マリノス。こちらはしっかり決め切りました。まあ、コースの消し方とボール出させた時に左足を水沼出してますので、はい、ちょっと低めに位置しているので肩は出てるんですけどちょっと遠いですから、はい、ちょっとその後ろ側にいる選手にうまくボール通されている感じだと思います。今度はサイドを変えて中川クロスにしました。こぼれ球マルコスジュニオール、マルコスジュニオールヒールパスシュートだ小池。最後に現れたのは右サイドバック小池龍太で2点目です。20分あっという間に差を広げました F マリノス、はい、やっぱり前向きでその敵陣にボールを出せそうな選手を F マリノスはどこで作るかだと思うんですけど、長友小池もちょっと外の低い位置にポジションを取って2対2、3対2。中川どうする、中川右に持ち替えて水沼だ。さあ水沼折り返しアンデルソン・ロペス。最終的にやっぱり自分のところにボールが戻ってくるっていう、人のために走ったんで自分のところにボール来たっていうんですね、結構オフサイドギリギリだ。さてこれもウェリントンに入ります。そして落としたボール町野触りました。ただこれも決めたかったベルマーレ、いや抜けてきました。町野折り返し、山田が来ましたが届かず、ただ拾って田中さらに折り返しウェリントン。しかしクロスがウェリントンに届きましたから、これは田中がよく上げたなと思います。渡辺すかさず背後、さあレオセアラ、レオセアラ、レオセアラが抜けてきて流し込む。ずれましたね。ずれたボールが渡辺に入ったんですよね。はい、タイトと試合が終わりました。第13節の神奈川ダービー、湘南ベルマーレ対横浜 F マリノス。